どうも皆さん、ユニタイムズの時間です。こんにちは、ユニタイムズの時間です。ユニタイムズの時間です。はい、そうですね、もうほんまに何回目かちょっとわからないんですけども、もう40回ぐらい行ってるんじゃないですか。40回ぐらいまあね、行ってる。ちょうどまあ頃合い的にもいい感じなんですけどね。はい、今回ぜひね、この素敵なメディアを通じて、うん、まあ全国全世界の人たちにちょっとこの呼びかけ的なね、うんうん、コメントというかメッセージというか、うんうん、ある意味お願いというかね、うんうん、そこを話していきたいと思うんですが、はい、でそれはまあ何かというと、過去にもお話ししたワクワク地球村建設プロジェクト、ああはい、はい、その1っていうふうに上がってたと思うんですけどもね、はい、で今回まあある意味完結編というか、うんうん、まあその2という形で、まあ、続き的な感じ、プラスアルファ、ちょっといきたいと思うんです。はい。で、このね、ワクワク地球村建設プロジェクトっていうのが、2015年の12月までね、はい。一つのプロジェクトとして、進めていきたいと思ってる内容なんですが、あと3年ってことですね。そうですね、ちょうど、アセンションって言われてる時期あるじゃないですか。はい。時点から、3年っていう期間でね、うん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 、一つのプロジェクトを立ち上げて、その3年という期間の中で、完結させたいというふうに、思ってます。もちろんその3年はあの3年なんですよね。あの3年なんですね。はい。どの3年か聞いてある人わからないですけど。まあそうですね。はい。あの3年、はい、はいはい。それでですね、でまあ。もう少し分かりやすく、ワクワク地球村って言ったら一体、まあ何かっていうね。なんかちょっとこの、お笑いを誘いそうなタイトルでもあるんですけれども、うんうんうん、まあこれはちょっとキャッチーなところも狙ってるんですけれど、うんうんうん、全然キャッチーじゃないかもしれないですけどね。はい、で、まあもう一度、なんか何かというと、いわゆる何度も言ってるように、この資本主義社会、このシステムっていうのはね、この矛盾を生むだけで、弊害を生むだけで、本当に人類すべてが等しくね、うんうん、豊かさを共有することはできない社会なんですよ。うんうんうん、で、それを、打破してというか、それを本当にね、すべての人が豊かさを共有できる世界。まあ、世界と言わずに村ですよね、うん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 。だからそこには国境はない。もちろん人種差別もない。うんうんうん、まあ言うならば無国籍っていうのかな。うんうんうん、まあそういう世界を、まあ簡単に言ったら建設していくための、プロジェクト。っていうことになると思います。うんうんうん、ただね、この3年間の期間で、まあまずやりたいことっていうのは、一つのモデル地区というのか、うんうん、モデルエリアというのかね。うんうんこういう風なもんなんですよっていうことを、具体的に見せれるものを作りたいんです、まずね。ああ、まあそうですね、うんで。はい。で、それを、見ていただいて、うんうん、あ、なるほど、これだったら世界的に展開していく必要があるな、と、うんうんうん、いうことになってくれば、いわゆるこの、それぞれの国が、政府主導で、そのシステムを取り入れていって、うんうん、そして世界的に展開していこうっていう感じです。はい。だからここにはね、今地球上にはいくつかの問題が大きな問題がねあります、はい。はい。まず人口問題。はい。でそれと関連して食料問題。はい。そしてエネルギー問題。うんうん。そしてさらにはこの宗教間の対立から来る様々な紛争ね。そういった問題。まあ、それから価値観の違いから来る、まあ、いわゆる今の戦争っていうのもそうですよね。うんうん、まあ、そういった、まあ、大きく分けたらもうちょっとね、そのエネルギーとか食料とか人口問題ってことになるんですけども。はい。で、これに対してもね、ほら、ニューワールドオーダーと言われてるね。はい。人口問題を解決するために、これは、種をなくすことだとかね。はい。人口再生ですね。はい。畑をなくすことだって、言ってますけれども。はい。
あれはね、本当に、猟奇的な戦略というかね、うんうんうん。何を考えてるんですか、ビル・ゲイツさんっていうぐらい。まあ、殺人ですからね。そうですよ。で、そのために製薬カルテルっていうのは手を組んで、うんうんうん、いろんな病気を作ってるわけですよ。で、ワクチンを作ってるわけですよ。うん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 、そんなことをする必要もない。うんうん、人口問題っていうのはね、うんうんうん、どんどん増えてきたらいい。増えてくれたらいい。うんうんうん、じゃあ、増えたら食料問題どうするんだ。食料問題も全然問題ない。うんうんうん、で、まあ、人口問題にしてもそうなんですけどね、これから先っていうのが本当に宇宙時代だっていうのが分かっていればね、うんうんうん、この地球だけで済もうなんてね、思わなくていいんですよ。うん、っていうか、まあ、確かに火星とかいろんなところにね、住むっていうことは、まだまだ今回考えなくてもいいんですけど、まず現実として皆さんに知ってほしいのはね、すごいね、ある熱心な方が、うんうん、計算して出しはったわけですよ。計算してね。何を計算したかというとね、うんうん、今だいたい70億ぐらいいるこの人類がね、うん、その北海道の中に全部70億ね、入ることができるんだって言うんですよ。あ、面積から考えてね。はい。で、一人がだいたいね、10平米。70億の人間が北海道に集合って集合してもね、一人、人口密度っていう表現よりはね、一人の人が、まあ、立ってる余裕というかね、10平米あるんですよ。え、10平米ってことは ?10 メートルかける10メートル。ですよね。はい、結構っていうか、だいぶ広いですよ。北海道って、世界から、地球からしたらどれぐらいの広さですか？天じゃないですか。そうですよ。それぐらいにね、人口っていうのはね、これからどんどんまだまだね、余裕あるんですよ。だけど、この事実を、みんなが分かってしまうとね、うんうんうん、人口削減っていうのは人口問題を解決しようとしてるための、言葉じゃないわけですよ、本当は。うんうんうん、ね、要するに彼らにとって、いらない、その人種を、もうこの地上から、排除してしまおうっていう。あ、まあ、そうですね。サタニストは、先民思想ですもんね、はい。まあ、そういうことですね。はい。なんか、ワクワク地球村建設プロジェクトから、ちょっと話が、離れてますね。入っていきましたけどね。この陰謀論に入ってきましたけれどもね。はい。ですけど、まあ、だからそういう人口問題とかっていうのもね、このワクワク地球村、建設プロジェクトっていうのは、全然解決していく方向を持ってるし、うん、で、そういう意味でね、基本はまず何かっていうとね、このワクワク地球村っていうのは、宇宙の原理原則に則った価値観、うんうんうん。宇宙の原理原則に則った人の生き方。うんうんうん、こういったものを中心として、成り立つ一つのコミュニティなんですね。うんうんうん、だから資本主義経済の、矛盾っていうものも、解決できるわけですし、うんうんうん、でそれをね、ここでは本当にね、もっとね、フリーエネルギーの話とか、いろいろしたいんですけれども、うんうん、今回はそこまで細かいことできないのでね、うんうん、今ね、おっちゃんが必要としてる人材。はい。これまず基本の姿勢としては、ボランティア精神に溢れた人。うんうん、それはまあ基本なんですけれどね、はい。もっと技術的な面でね、ちょっと募集していきたいと思ってるのが、はい。実際に、研究してきたけれども、はい。まあ、どこからからのその圧力とかね。はい。妨害によって、研究ができてない人。ああ、はい。この人、こういった人材、募集してます。まず、お電話ください。一つね。はい。はい。それからですね、医療関係に従事している人の中で、はい。実際にこの医療の世界っていうのもバビロンなんですね。うんうん。ですね。はい、矛盾を感じてる人。うんうん、で、これからの医療っていうのは、東洋医学と西洋医学っていうのが融合していかないといけない。うんうんうん、これにちょっとこの関心を持ってる人、あるいは気づいてる人。うんうんうん、そして、予防医学っていう観点から、うんうんうん。その病気が起こってうんたらじゃなくてね。うんうん、その起こる前の予防っていうのね、うんうんうん。そういう観点で、取り組んでいきたいと思っている、医療関係の人。うんうんうん、こういう人材も求めております。ああ、もうなんか、今までの話聞いてたら、うん、
大体なんか、多分あの人やろう、多分あの人来るやろうっていうような感じはしますよね。おー、なるほどね。うん。その人、来てください。いや、本当にそうですよね。聞いてるかどうかわかんないんですけど、その人づて、人づて、人づてでね、はい、耳に届いたら、ぜひぜひ、お電話、はい、実際のお会いに来てください。はい。それから、教育関係で、教育関係に従事して、従事してる人ね。うん。学校の先生であるとか、うん、うん。まあ、いろんなところで研究してはる人とかね、学者さんとかね。うん、うん。そういう人らの新しい価値観の教育プログラムを中心にして、うん、うん。このワクワク地球村の中で、建設していきたいと思っているので、うん、うん。ぜひ、集まってください。うん、うん。それからですね、まだね、もう募集したい人材もちょっとあるんですけどね、うん、うん。こっちの方もちょっと言いたいっていうのがあるんでね。で、必ず気になるところが皆さんあると思うんですが、じゃあそれだけのことをするための資金をどうしていくのかってね。うんうんうん、で、これはね、いろんな今生活保護を受けてはる人とか、あるいはその、財政、その国がね、あるいは行政が、そのいろんなところにこの、支援金とかつぎ込んでると思うんですが、うんうんうん、このワクワク地球村を、このね、発足させることによって、そういった部分っていうのも、このカットしていくことができるわけなんですよ。うんうんうん、だからそうすることによって若干の行政とか、そういう国からの支援っていうのも、もちろん頭の中にはありますけれども、うんうん、彼らはバビロンなんでね。うんうん、完全にバビロン、まあ。はい。ありますけれども、じゃあ、バビロンがやってきたような方法で、こちらもちょっと対抗して、同じ手法で、いわゆる禅のバビロンで行こうかなと思ってるのがですね、うんうんうん、まあ、いくつかある中の今日は一つだけちょっと、お話ししたいと思うんですが、はい、本当に、このね、愛と自由と平和な世界っていうのを、真実に求めてる、活動家というか芸術家、ミュージシャン、うんうん、募集しております。これは、できれば、もう、って言われてる、人たち。うんうんうん、まあ、要するに、過去、っていう、ドキュメンタリー映画ありましたけれども、はい、前にもですね、うんうん、やったかな？そこに集まった、聞いてます？日本語わかるかな？あれが通訳少子ですね。あるいはお知り合いの人がね、もし、その人に繋がってたら、うんうん、ぜひ集まってください。そして何をするか、うんうん。本当に世の中を変えていくためにね、組んでいきます。うんうんうん、そして、集まるお金っていうのをね、何億、何千億っていう形で集めて、要するにね、世界的に、この3年間、ガーッと展開していきたいと思います。うんうんうん、そして、それはね、タヒチに、そのツアーに参加した人たちっていうのもですね、タヒチを支援していきたいとかですね、うんうん、あるいはこの飢餓の問題を、この解決していきたいという志のある、あなた。だったらですね、そういった問題も本当に解決できるのでね、うんうん、ぜひ、参加するために、まずは僕にね、お電話ください。そういう、この、いわゆる、志のある、ミュージシャンというかね、アーティストの人たちも、集まってほしいと思います。はい。まあ、他にもね、いくつかちょっと人材欲しいのあるんですけど、とりあえず、今日はまあ、これぐらいの感じで。これは別にあれですか、ミュージシャンに限らず、例えば、はい、もちろん。絵描きとかでも構わないところですね。そうですね。だから、いろんなところでね、一つのテーマによって、いろんなイベントをね、うんうんうん、それこそ、世界規模で、地球規模でね、うんうん。何のためかってワク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 、ワクワク地球村建設よっていうことでね、うんうん、行きたいと思ってます。はい。まあそんな感じでね、いろんな方の人材募集をしてるんですけれども、まあやはりまだね、ここで全てを公開してしまうと、まあ必ず妨害が入るのはもう目に見えてますのでね。だからいろんな形でちょっと編集させてもらいましたけれども、それプラスね、やはり同じような志を持っている、古代進さんとかね、タイガーマスクさんとか、
月光仮面さんも、うん、もう本当に古いね、おっちゃんが。年齢限られるじゃないですか。年齢限られてますけど、ね、最近やったら、何やろね、あの、ガンダム。ガンダムに乗ってるのは名前知らないですけど、あの、ガンダムさんでもいいですしね。まあ、ドラえもんさんもね、確か今日誕生日やっていうことで。誕生日ですね。はい。ドラえもんさんでもいいですしね。あの、まずそういった人たちも、あの、集まってほしいと思います。本当にあの、真剣に、あの、考えてますので。はい。はい。で、期限付きでね、あの、2015年までっていう、あの、中で組織される、活動なんでね。そうですね。あの、はい、あの3年を超えてしまったら、ね、意味ないですもんね。はい。じゃあ、そういうことでですね。あとは、まあ、あの、ちょっと編集いろいろさせてもらいましたけども、わからないこともあると思いますが、またそういったところはですね、ぜひ、お電話ください。そうですね。お電話ください。はい。はい、今回も以上で終わりたいと思います。それでは、次の放送、またお楽しみにしてください。さよなら。はい、さよなら。